はい、どうもこんばんは、アネオトモーター風木蓮香です。ということで、本日も始まりました、 ACL アジアチャンピオンズリーググループステージ甲州 FC になったんですね。甲州 FC 対セレッソ大阪、こちらの試合の、同時視聴リアルタイム解説やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そっか、名前変わったらしいですね。甲州 FC、まあ、変えました。あ、カイトさんいらっしゃい、ノホホンマルさんいらっしゃい。いやー、なんかね、情報見たんですけども、中国のチームが主力連れてきてないみたいなんですね。まあ国内事情もあって、まあリーグ事情とか、そもそもが AFC 参加しない予定だったらしいんですけども、まあ協会の方から圧かけられて、中国ので、渋々参加することになったみたいで、でさらに、メンバーが、まあ、中国がね、今帰国した場合2週間の隔離期間があるということで、まあ、国内リーグ戦と被るということで、主力どころかトップチームの選手が1人も来ていないっていう、トップチームの選手どころか、なんていうんだろう、リザーブ選手もほぼ来てなくて、アカデミーの選手がね来てるっていうね、ひどい状況になってます。もう背番号を見れば分かると思うんだけども、普段全くトップチームに上がったことないことがない選手が多分入ってるんだよね。で平均年齢が19歳、で16歳の選手とかいるので、ほぼ高校生選抜みたいな感じなんだよね。いや、もう勝つ勝たないの試合じゃないよこれ。10点取らなきゃいけない試合でしょ。 JFL とかのレベルじゃない、もう高校生相手にやるみたいな感じなんで、もうセレッソは、まあ、10点取らなきゃいけないですね。まあ、得失点差っていうところが結構ね重要になると思うんでね、こういう場合、もう甲州相手はどのチームも同じグループ、あと2チームありますけども、まあ全チーム勝ち点3、合計勝ち点6取るでしょ甲州相手には。で考えたら、いかに点を取るか、もう3点4点なんて負けに等しい。3-0、4-0はもう8点9点10点取らなきゃいけない試合だと思うので、もうねこの試合はもう解説がないんじゃないかな。もうどれだけセレッソが点取れるか、そういうのにかかってくると思います。でセレッソなんですけども、豊川が直前で怪我をして、まあ、丸々多分 AFC は出られないっていう状況になりました。3週間ぐらいの怪我ついてないね豊川。クロップがユースチームで、ね、カラバオカップ戦ったみたいで、もうそれ以下ですよ、それ以下、それよりもさらに下ですね。ユースですらない、多分アカデミーだからね、本契約すらしてないような選手たちですよ、簡単に言うとアカデミーなんでね。まあね、まあ、怪我だけね本当にしないことを祈るだけですね。翔太さんいらっしゃい、安さんもこんばんは、帰んなさい。ということで、甲州の面々見たら本当高校生だねみんなね、見た目が。まあそこにセレッソはガチで主力をボンってぶつけてるわけですが、多分ダンクレーがメンバー外というところに、ダンクレー怪我したのかな多分。で瀬古とチアゴの、まあ、センターバックで、右に松田、左丸橋、多分4-2-3-1だと思うんですけどね、セレッソは。で奥の原川で清武トップ下で、右坂本、左高木で、タガート、私初めて見るこのタガート。甲州ってどういうチームなんですか、全く私もわからないんですけども、要は中国国内で最強のチームらしいんですが、中国が今年からリーグのレギュレーションが変わったらしくて、サラリーキャップ制度を敷いたらしいんですね。まあサラリーキャップ制度ができたよと、プラス
チーム名からスポンサー企業名を外すっていうことで甲州 FC になったらしいです。なんか情報によると、あ、ダンクで外国人枠で外れたんだ。そういうこと、え、外国人枠、キム・ジンヒョンとチアゴ・タガート、あ、3人までしか出れないんだ AFC って。そういうことか。なんで AFC 出る、去年優勝したからじゃないですか多分ね。まあ中国国内で、まあ、大変なことにもなっているので、本来だったら先ほども申し上げたんですが、中国の杭州であるとか他のチームも含めて不参加する予定だったらしいんですよ AFC。 ただ AFC というか、あ、違う、違う、 ACL、 ACL 不参加の予定だったんですが、まあ中国のサッカー協会から、まあ、AFC と、まあ、関係が悪くなるのを恐れて、まあ、無理やりにでも出ろと、出なかった場合は制裁加えるぞみたいなことがあって、しぶしぶ選手を派遣で、主力を持っていくと帰国する際に2週間の隔離、絶対隔離があるの で国内リーグに差し支えあるということで、あのアカデミーの選手連れてきたっていう。で監督のファビオ・カンナバーロも帯同せず、まあアカデミーのコーチか何かが、強化部長か何かが監督やるっていう話ですね。さあスタジアム、ピッチはこの間のグランパスがやった試合の会場よりはちょっとマシかなっていう感じですね、スタジアムね。まあ始まってみないとわからないですが、で甲州は451予想ですね、451予想。まあ誰がどうとかさっぱりわかんないんですが、まあとりあえずこんな感じにしときますか。多分4231系の451予想です。甲州のユースチーム、ユースアカデミーです。ユースですらないかもしれない、アカデミーのチームですね。あ、それがユースか、いわゆる。だからあの、ベルディユースとかが戦うのと一緒です。なんか高校生です、ほとんど。あ、豊さんいらっしゃい。お久しぶりです。グランパス買ってよかったね。相手のトップで、あれだよね、なんだっけ。ベルクソンだっけ。あの選手、J リーグ来たら面白そうですね。もしかしたら来シーズンあたり J リーグ来るんじゃない、あの選手ベルクソンだっけ。厄介でしたね、いい選手だった、ずる賢くて。さあセレッソは3バックかな、これ。いや3バックじゃないか、セコが左、右チアゴですね。セコが左の右チアゴ、よいしょ、こんな感じ。名古屋が引き抜きましょうねえ、欲しいよね。全員撤退守備ですね甲州は。まあしょうがない、選手いないんだもん、高校生相手だからね今日は。まあとにかく前半で5点ぐらい取ってポッキリ心折りたいですね。コマさんこんばんは、いらっしゃい。さあセレッソはまあ清武トップ下の形ですね、4231。あとコーナーキック触った今、髪の毛でもかすったか。さあまずコーナーキックのチャンス、セレッソ丸橋が蹴る。あ、ゆきさんこんばんは。ニアポストシュート打てるか、うん、ここは打てない。坂本1対1、
ああ、もうあっさりとかわす。クロス、ここはちょっと通らない。まあ、余裕だね、もう坂本。そりゃそうだ。あそこのマッチアップ1対1だったらもう、あのデュエルは全部勝たなきゃいけないレベル。今日の坂本は。まあ多分相手にならないと思うんだよね、今日の杭州は。まあどれだけ点取れるかっていうゲームです。杭州どうしたの？国内事情ですね。帰国する際に2週間の隔離っていうのが義務付けられているので、どんな事情があろうが。ね、それで主力を持ってきてしまうと、国内リーグでしばらく試合出られないということになるから、今回はアカデミーの選手を連れてきたみたいです。今日勝ち点3だけじゃダメですよ。もう10点取らなきゃダメな試合。10点取らなきゃいけないですね。さあ、クロスボール。もうちょっと落ち着いてやればいいのにな、セレッソ。まあ、圧をかけながら、まあ、コンビネーションで点取りたいですね。単純なプレーではなく。菊池と競り合ったらボールと一緒に選手も飛んでいきそう。あ、もう子供だもん、見たらみんな。まだ17歳とか16歳とか18歳とかの選手。平均年齢19歳ってなってて、最年長が22歳。舐められたもんだというか、まあしょうがないよね。別に舐めてきてるわけじゃないよ。渋々派遣した選手たちだから。だからまあいい経験ができればいいなぐらいでしょ。さあ坂本股抜き。さあ足かかったが、おっとここは PK なし。ノーファール。まずは様子見たか。いや、今のはファールだと思ったんですけどね。もう坂本がやりたい放題やってますね。もうガンガンドリブルで抜けるので、ただこういう時怪我が怖いんだよね。まあいい経験にはなるんじゃないですかね、杭州の方からしたら。こんなトップチームとできるというのはなかなかないと思うので、いい経験です。 J クラブその手があったか。まあでもね、やっぱり ACL は優勝したいからね、 J は。 J のクラブは。さあゆっくりつなぎ。ああもうドン引きサッカーなんでね。もう全員が戻ってるんですよ。さあ、坂本。ここも抜いていく。余裕。クロス、通らない。オリンピックでもこのパターンあるんじゃないのかなって。フランスがなんかそうなりそうですね。まあ、メンバーまだ決まってないかもしれん。もう決まったのかな？フランス。まあ、ほぼほぼ、杭州側の方でプレーすることになると思うので、80%、90%。まあ、別にカウンター気をつけるっていう部分もなさそうですしね、これだと。さあ、セカンドボール拾ってカウンターですが、カウンターできない。潰される。おっと、ここクリアできない。成功。体ぶつけて、ここはクリア。ああ、正直オリンピックも弱いメンバーばかりで、日本優勝してほしい。金メダル取ってて、記憶は勝ちしか残らない。まあわかる、それは。メダルの色しかね、覚えないからね、みんなね。オリンピックって。金メダル以外覚えないからね。
お、粘る。粘る。ノーファール。ん？広州側のファール。あ、高田さんこんばんは、いらっしゃい。今日の講師の助っ人外国人、カンナバーロぐらいじゃん。カンナバーロも来てません。カンナバーロもいませんよ、監督。アシスタントコーチが来てるみたいです。誰も来てない。でもまだ10分経ってないけども、まだ点取れてないのかって感じ、逆に。まだ点取れてない。京都頑張って、もうそろそろ点取りたいですよ、これ。さあ、黒下がる。ヘディング、坂本のヘディングは枠を逸れた。ここは枠飛ばしたかったですね、ドフリー。あっと、ゴールキーパーのボールがそのまま渡る。まあ、なんだろう、頑張れとしか言いようがない、広州の方は。空いてるね。あー、簡単なクロス、これはキーパーキャッチ。ああ、ACL のプレーオフでフィリピン勢にまさかの敗退。同じ理由です。選手を派遣してないからだと思います。まあ、中国は他国から帰国する際に2週間の隔離っていうのが義務付けられているので、特例がないそうなので、トップチームの選手持ってってしまうと、国内リーグで2試合分ぐらい出られないっていう状況になるので、そもそも参加すらしない予定だったらしいですよ。不参加表明してたんですよ、各クラブが。でもそうしてしまうと AFC との関係悪くなるっていうことで、中国サッカー協会が圧力をかけて、で渋々、まあ、参加したと。まあ、だからまあ、広州からしたら若手の選手、このアカデミーの選手を、まあ、育成するために、まあ、いい場所になったかなぐらいの考え方で、今シーズンは、とてもじゃないけども、グループリーグ突破するなんて考えてないと思います。ね、サラリーキャップが導入されたみたいで、今シーズンから。それで、広州とか、まあ、その他クラブに所属する高級取りの、まあ、選手、パウリーニョも筆頭ですけども、全員退団らしいですね、ほぼほぼ。まあ、このサラリーキャップを入れることによって、まあ、どうなるかだよね。要は国内選手が育たないっていうのが一番の懸念だと思う。中国に関しては、ね、海外から有名な選手をね、ガンガン取っていって、でそれでメガクラブみたいな感じで広州と上海か作ったと思うんですけども、まあずっとね、ワールドカップ出られなくて国内選手全然育たないっていう状況がもう何年も続いているので、大きく舵を切ったんじゃないかなって思います。なんか J リーグみたいに、まあ、戦力の均衡みたいなのを測っていきたかったんでしょう。まあ、うまくいくかどうか分かんないけど。ね、実質日韓クラブ対決、プラスそこに中東のチームがどう絡むかみたいな感じでしょう。
あ、16、17、18歳いないんだ。19、20歳、21、22みたいですね。だから大学生ぐらいか。大学生が来てるみたいな感じかな、そしたら。さあ、ロングボールでサイドチェンジ。すごいな、ほぼ5-5で守ってるみたいな感じだね。ちょっとちょっと松田、オスカルとかもどうなるんだろうね。出ていくかもね。さあ、ボールは、うん、ここはコーナーキック。ちょ、まだ15分経って、15分くらいかも。そろそろ1点取らないと。さすがにね。この相手にまだ1点取れてない。え、セレッソ、メンバー見たんだけど、西川もやっぱ怪我したの？西川くん。ベンチに入ってないけど。どうしたんだろうね、怪我か。さあ、なんかちょっと揉めておるが、そんな揉めてる場合じゃないぞ。アイボールヘディング、やっと決めた。奥のコーナーキックから先制、セレッソやっと決めた。奥野のゴール、15分かな。さあ、これが大量得点の口火となるのか。1点取りましたね、セレッソ。ようやく1点取った。奥野のヘディング、もうドフリー。もう誰もマークついてない。やっと取ったね。こういうとこで川崎との違いがわかるね。セレッソとしては、あ、この試合はもう10点やっぱり取らなきゃいけない。おい、ちょい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 、ハンド攻守一気に辛くなった。いやー、もう、いや、しょうがないよ。いや、もう10点取られなかったらいいんじゃないって感じ。5点、6点当たり前の試合なので、こうなると。まあ、他の、まあ、同じグループ内でのチームとの兼ね合いで、得失点差、だいぶ大事になると思うんでね、こういう場合。もう取れるだけ取っておきたい。さあ、後ろでゆっくり回してポストプレー。あんまりこう、なんだろう、ワンチャンス的な感じでボンボン狙うよりも、もう余裕を持ってパス回して、ずれたタイミングで縦パス入れればいいんじゃないかなと思いますね。あんまり体張って無理なパスっていうのは出さない方がいいと思う。怪我につながるんで。もう1点取ったしね。久保ってやっぱすごいなと改めて実感するね。久保、いや、ここにいる攻守の選手たちと同じ年代だからね。20歳なんで。そう考えるとやっぱり恐ろしいよね。久保にしろ、あとペドリにしろ。一部でやっている10代で20歳そこそこの若手選手、化け物ばっかりだね、やっぱりね。こう考えるとすごいね。甲子今4位なんだ、リーグ。まだ始まったばっかりなんだよね、リーグね。確か3試合か4試合ぐらいしか消化してないっぽいけど。
なんか1点取って、ね、のんびりするわけじゃないけども、舐めてかかったら痛い目見ますかね、セレッソも。京竹、粘って、つなぐ、原川、流して、坂本、縦パス、タガトのシュート、ナイスキーパー。ここは決めたかったですね、タガート。まあ、キーパーが、まあ、よく、危なかったけどもね。よく止めた。三笘、この年代でベガルタ相手に無双してます。やっぱすごいんだね、そう考えると。レベルが違うんだね。ここはゆっくり回して、まあ、幅を使って、まあ、選手を走らせる形ですよね、相手選手を。もう完全に引いて守ってるので、少しね、引きずり出したいですよね。で、ずれたところ。あ、うまい、清武。わあ、空いてますね。クロス。ここは、なんとかクリアしていくか。ファール。まあ、前半ね、最低でも3点は取りたいですね。なんか1点だけ取って折り返しとかなるとちょっとおいってなるよね。あ、左サイドががっつり空いている。丸橋、おっと、ここはボールコントロールがしきれない、奪われた。さあ中盤で奪って、高木、おっと、ここはノーファール。今日の芝笛吹かないですね、あんまりね。さあパスが通る、清武からタガート、一応下げて坂本、逆サイド空いている。ここはドリブル、あ、クロス、ファーフリーでしたが高木まで届かない。よくクリアした。おっと、丸橋、また抜かれる。狙ってきたか。もうちょっと丸橋ピリッとしたいですね。余裕を持ってボール持ててるはずなので、もう少し丁寧にいきたい。いやー、そこのパスちょっと雑じゃない？どうだろう。余裕がありすぎて逆に色気出てんのかな、丸橋に。プレーが雑ですね。一つ一つのパスにしろ、ボールコントロールにしろ。さあ攻守、ここはクロス上げてくる。なんとか潰した瀬古。今の危なかったですよ。三刀泰山って読むのかな。浦和に在籍したレオナルドの移籍に問題あって ACL 出場権を剥奪される事例があった。前の話なのかな。レオナルドって誰だ。レオナルドといったら元鹿島アントラーズのレオ様しか私わからないんだけどね。いや、今のクロスチャンスでしたね、攻守。
コーナーキック。後半から私の雑談に、中国行ったことありますか？あります。1回だけある。ただもう二度と行かないと思った。旅行っていうか自費での旅行じゃないんですけどね。私は一切お金払ってないですけども、とある、まあ、催しで中国行ったことがあって、上海、二度と行かないと思います、あの国には。どうした？なんか足首押さえてるけど大丈夫か？70番の選手。口臭自体あんまり強くない。あ、そうなの？なんかめっちゃ強いイメージあるんだけど、このクラブ。まあ、今年からね、さっきも言ったんですけども、サラリーキャップがね、中国スーパーリーグで導入されたみたいで、まあその点でもしかしたらね、いろいろ変わるかもしれないですね。 J リーグみたいになればレベルアップする可能性ありますけど、戦力の均衡を図って、で全体的に国内の選手が使われるようになって、で中国サッカー自体の、まあ、底上げができるようになれば、怖い存在になってくるよね、中国が。だんだん、あの本丸さんも行ったことあるんだ。あれ、雑さをギャグとして見ないと無理ですよね。あの、すべてがね、ギャグですね。ギャグというか、やっぱり文化が違いすぎる、中国は。ホテルに泊まったんですけども、トイレにドアがない。びっくりした。結構いいホテルだったんですよ。高級なホテル、それなりに。トイレにドアがない。シャワー室にドアがない。びっくりした。みたいな。で、ホテルの飯がまずい。ホテルとかの中国料理って、ああ、うまくねえんだと思った。日本の中華料理ってうめえんだなと思った。でも、屋台とか、そういうところ、屋台で食べた小籠包はめっちゃ美味しかった。すんごい安いんだよね、小籠包。いくらだったっけな？日本円にしてね、2、30円だった気がする。屋台みたいな、夜市みたいなところで食べたんだけど、ホテルで食べるご飯よりも全然美味しい、そういうところの方が。まぁ、ちょっと材料を、今考えたら、気になるけども。味付けとかね、そういった部分はめっちゃ美味しかった。二度と行かないという話、詳しく聞かせてもらってもいいですか？ね、本当に文化が違いすぎるっていうか、がめつい。やっぱり向こうの人は。すごいがめつい。がめついし、平気で人を騙そうとしてくる。まあ日本がね、治安が良すぎるっていうのはあるかもしれないけど。あ、ナミさんこんばんは。セレスト点取ってますね。いや、まだ1点しか取れてない。逆に言うと。ラブホテルですか？いや、ほんとひどかった。その時、まあ2人部屋だったんでね。まあ先輩と、ね、一番ソリの合わない先輩と同部屋にされて、もうどうしようかと思った。気まずい気まずい。ほとんど会話もせず終わったね。まあなんだろう、中華料理なんだろうね、とにかく油でなんかすりゃいいんじゃねえみたいなのばっかり出てきたんだよね。ねえ、それなりのね、ホテルだったんですけども、まあビールとかがね、まあ運ばれてっていうか、まあ、ボーイみたいな人がいて、で、まあ、ついでいくんですけども、あのビールをね、ぶっ倒すっていうね、ビール瓶をぶっ倒してびしゃびしゃにしたけども、もう何が起きたんですかみたいな面して、あの謝りもせず一言も何も言わずにそのまま立ち去ったからね、びっくりしたよ。やべえなとか思った。
まあそんな話がありました。観光客イコールカモ、そんな感じ。あ、杭州がちょっと事情によってアカデミーの選手しか連れてきてないんですよ。最年長が22歳でトップでプレーしたことのある選手が皆無で、19歳から22歳でほぼ20歳の選手ばっかり、まあ、大学生と試合してるみたいな感じ。近州ではセミの幼虫食べさせられる、まあ、昆虫食はね日本でもあるから、イナゴの佃煮とか食べる人いるでしょ、イナゴとか、まあ、それと一緒だと考えましょう。小籠包隠し味天使の汗ですよ、きっと。まあ、それぐらいだったらまだいいけどもね、一時期ダンボール肉まんとかね、なんか話あったからね、ちょっと怖いなって思ったわ。まあ日本は本当に、なんだろう、接客に関してはトップだと思います。まあそんなに外国行ったことないけど、私あとアメリカぐらいか一回行ったの。うん、接客は日本がナンバーワンだと思いますね。グランパスのランゲラク、中国勢をフィジカル警戒してるみたい。まあ今回ただ、まあ、どのチームもアカデミーの選手みたいなのしか連れてきてないので、怪我だけは心配ですね。まあそんな困難もあって、ああまあ中国はもう二度と行かなくていいなと思った。向こうの丁寧イコール日本の雑、雑以上雑にもならない、日本の雑にすらならないよ多分。ホテルでそんな感じだからね。ね、風呂トイレにドアがないのが一番びっくりしたな。ね、中国ねトイレにドアがないらしいからね、ほとんど。さあ坂本、うん、ここは突破できず。そんなにひどいんですね。まあひどいと、まあ日本がやっぱり、日本に慣れてしまうと多分ほとんどの国がひどいっていう風に思ってしまうと思いますよ。まあアメリカにもねちょっと行ったことありますけど、あのまあテーマパークっていうか、なんかそういう感じのちょっと遊ぶようなところで、まあ、レストランみたいなところで食事したんですけど、店員が、まあ、注文とか取りに来る店員がいるわけですよ。あの普通に席に座ってきましたからね、フランクに。おい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 と思った。まあそれぐらいねやっぱ文化違うわけですわ。日本だとありえないでしょそんなのね。空いてる時に席にねこうドンって座って、で注文取り始めるっていう。あーと裏タガーと合わない、これオフサイド。あと髪は流せない、ね、詰まるからね。産んでくれた親に改めて感謝したいです。あ、日本にね生まれたのは結構ラッキーだと思う。あ、レンコンさんこんばんは。セレスト勝ってるやん。いや今日はね10点ぐらい取らなきゃいけない試合ですよ。で相手がアカデミーの選手しか連れてきてないので、みんな大学生ぐらいです。トップチームで試合したことない選手しかいないので、こんな相手10点取らなきゃいけない。セレスト、まあ、前半まだ1点しか取れてないんですよ。 この低たらくちょっと厳しくいくよ。あー、タガートのヘディング右に外れた。
あ、ウルフさんもいらっしゃい。先制してる驚き。ね、みんな講師相手だからね、苦戦すると思ってたけども、事情を知ったら、ああ、そういうことなのか、みたいな。ああ、そういうことなのか、っていう感じ。相手の選手みんなアカデミーです。ユースチーム。19歳から22歳が今試合出てますね。22歳1人、21歳2人、20歳が5人、19歳2人みたいな、そんな感じ。そう、コロナの影響です。嫌なことがあると北の王国のドキュメント見ますと。なんかね、私ネットでね、ネットの記事というか、そういうやつまとめで見た格言みたいなので、日本で嫌なことがあれば、あのインドでの最低の生活を思い浮かべたら大抵のことはなんてことないっていう風に立ち直ることができるっていう言葉があって、そういうこっちゃねえだろうと思ったけどね、さすがに。さあ落として、清武のシュート、ゴールキーパー正面。今のは決めたかった。もう一度クロス、ここは通さない。清武、うん、ふわり。ここはゴールキーパーキャッチ。負けたら恥ずかしい。恥ずかしいところじゃないよ、とんでもないことだよ。負けたら、あのサンフレッチェがおいでやす京都に1対5で負けた以上にひどいよそれ。ね、プロですらないからね、相手選手たち。この攻守アマチュアです、完全な。そろそろ2点目ね。ちょっといつまでチンタラやってんだって感じ。まあね、相手 が完全に引いて守ってるので、簡単に点取れないところあるんですけども、それでもね、もう3点4点取らなきゃダメな相手ですからね。ましてやグループリーグなので、得失点差とかも考えたら、こんな余裕かましてる状況でもないんですよね。もう勝ち点6は当たり前、この相手だったら。2試合やるんで勝ち点6取るのは当たり前。何点取るかっていうのは他のチームとの競争ですよ。まあ完全に引いて守ってる相手にやっぱり幅を使ってズレをやってっていうんですけども、この浮き玉系は原川、うん、右外れた。プサンヒュンダイかな、プサンじゃないや、なんて読むか、ウルサンか、強いのかな。豊田があまりにもひどくて半年で退団したみたいな毒舌記事あって面白いねえ、やっぱ文化的に合わないんだよね、どう考えても中国韓国は。得失点差とか考えたら名古屋フォワード入れないとやばくね、宇野ゼロ得意してるけど、もうそれ名古屋サポーターみんな思ってる。サポーターじゃなくても思ってる。誰かフォワード来てくれ。だからね、この間試合やったね、一昨日試合やった、ジョホールのベルクソン、ブラジル人、あの選手すごい良かったというかね、手を焼いたんで、もうグランパスに来たらどうだみたいな話出たもんね。ここでこの選手いいねみたいな、 J リーグ来たら面白いよねみたいな感じの話題になった。ここもアーリー入れても難しいと思うんだよな。相手がもう引いて待ち構えてるところにボールポンって放り込んだとしても、フィジカルだけの勝負になるでしょう。そう、絶対的にボールを収められるような選手いればいいけど、いないよね。タガート、
なんかロングボール多いですね、セレッソ。ロングボールっていうか、アーリーとか、フィード系。もっとグラウンダーのパスで、まあ、やっていくであるとか、ドリブルで剥がしてパスを出すであるとか、そういうプレーでいいと思うんだけど、個の力で余裕で勝ててるので。まあ、それ清武、あと坂本、まあ、高木も含めて、まあ、ドリブルでガンガン仕掛けてもいいんじゃないかなと思いますけどね。あんまりパスパスパス、パスパスっていうかショートパスだったらいいんだけども、浮きパスとか、なんか色気出したゴールに直結するような一本のパスで仕留めようっていうのがね、すごい見え隠れする。名古屋フランスのベンゼマ呼ぼうやめっちゃ高いよ。あ、フロンターレの試合ね、夜中の1時なんだよね、ほぼほぼ。あ、ウルさんは去年のアジアACL 優勝したな。ベルクソン収穫ですね。獲得できればね、獲得すれば。立てます、入る。ね、丸橋。丸橋。まあ、相手のプレスが、まあ、そこまできつくないので、ついつい上げたくなる気持ちわかるんですけどね、アーリーで。自分の前にスペースあって、クロス上げるコース空いてるので、その気持ちわかるんですが、おっと、横パスがずれた。夜中の1時起きれるか不安です。寝ないっていう手もあるけどね。あ、タガート裏抜けのタイプなんだ。清武ヒール、ここは通らない。そう、ショートパスで散らして散らして、でサイドで振って、でスライドが遅れたところで縦パスを入れるっていうならいいんですけども、待ち構えるところでボール放り込んでも守りやすいからね、攻守からしたら。自分たちがいっぱいいるところにボールポンって入ってくるんだもん。頑張ればなんとかなるからね、そういう時。アレオンハートさんいらっしゃい。浦和が戦った時とは随分選手違うな、攻守。全員アカデミーの選手です、来てるのが。背番号を見ていただければ分かると思うんですけど、あのトップリーグでやってる選手一人も来てません。監督すら来てない。こういう時こそ電柱欲しいね。背の高いボールを収められる選手、空中戦強い選手欲しいですよね。こんなロングボール入れるんだったら。でヘディング競り勝って、その落としでボックス内に飛び込んできた選手が合わせてゴール決めるとかっていうんだったらいいけど、なんかそういう感じないね、セレッソ。これ後半大久保の投入ありそうですね。こんだけ点取れなかったら。よく1点で抑えてるなって思う、攻守が。頑張ってる。坂本、あ、強引に打ったか。あ、高木、打ち損ね。オフサイド。加藤、あ、加藤もいますね、ベンチに。な、西川くんが多分怪我か何かでいません。まあ、こういう試合こそね、坂本と西川両方使って、本来であればもうドリブルでね、もう両サイドから切り裂くっていう方が楽なんですけども、ちょっと高木そういうプレーないですね、見てると。加藤の方が収まるのか。まあ、裏狙うんだったら大久保ですけどね。西川くんもね、伸び悩んでるというか、なんかうまくいってない感じしますね。あんま試合も出てないようですし。まあ、坂本がね、まあ、代表にも選ばれて、もうセレッソの主力ですよね、今、坂本が。だから西川くんが、もし頑張るとしたら、この高木がやっている左のウィング、ここしかないのでね、活路見出すのは。まあ、そこでのポジション争いでしょう。
ヘディング、タガート、これ合わない、オフサイド。いやーもう先からこれですね、アーリー入れて。ちょっとなー、これやってもしょうがないと思うんだよな、セレッソ。その、ヘディングでゴール取れるような選手いるっていう。まあ今日梶明かあですね。まあ縦のくさびのパスが入りづらいっていうことを言ってるんですけども、入らない理由はあのショートパスでサイドトゥーサイドで散らさないからですよ。ここも同サイドで縦でしょ。でドリブルで仕掛けて中使って、でここも裏一発でパスでしょ。通ったけどもなんかね厳しいですよね。あとセコのパスは通らない。清武って海外あ、ノホホマさんありがとうございます。コメント回収しきれてなかったね、セビージャにいたからね、清武。まあ当時のセビージャと今のセビージャ全然チーム事情違うと思いますが、今セビージャ強いからね、めちゃめちゃ。来シーズンチャンピオンズリーグも出ますし、もうラリーが完全に4強ですよね今ね。アトレティコ、バルセロナ、レアルマドリー、そしてセビージャ、この4強だよね今のラリー側。長澤とかパトリックみたいなタイプいるわ。長澤、大分の大型フォワード、あんまり見たことないかもしれない。大分もね全然見てないからな最近。それこそね、名古屋の山崎がいたらめっちゃヘディングで競り勝てると思うよ今日みたいな試合。さあアディショナルタイム2分。いやー1点だけ、まだちょっと厳しくいくよ。これは低たらくと言っていいんじゃないか、セレッソ。この相手に1点しか取れてないのは。クロスボール、誰も合わせられない。山崎はあり、うん、そう、なんかこういう試合だと山崎楽にプレイできそう。ロングボール多いし、勝てばいいですよ。いやー結果もう勝ちだけじゃダメだよ今日の試合。グループリーグだから、ノックアウトステージだったら別にいいけどね。8点ぐらい取らないと、この相手は、ね、クルピ監督めっちゃ怒ってると思う。何やってんだって。相手子供だぞまだみたいな。舐めた試合してんじゃないよって、本当だよこんな。ほぼ大学生相手に。ここはオフサイドはない。クロスボール、もう一度。ハリル時代のシンガポール戦、それよりひどいね。日本対モンゴルぐらいの力の差、それぐらいある本来だったら。もう前半終了。ちょい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 、これ大丈夫かセレッソ。まあ、選手の表情を見ても全然なんか浮かない表情してますよね。なんだこれみたいな。逆に攻守の選手はよく1点で守って手応え感じてんじゃないですか。意外といけてるぞみたいな、意外とやれてるぞ僕たちみたいな、そんな手応えだと思いますよ。
頑張って守れてる、まあ、1点セットプレーでしか取られてないんでね、この1点流れの中での点数じゃないんで手応え感じてると思う。ちょっと自信につながると思いますよ、こんな試合だったら。 J リーグの、ね、トップクラブのチーム、まあ、J1 のチームに僕たちやれてますみたいな感じになってるよね。大丈夫か？セレッソこんなんだったら他のちゃんとしたチームに勝てる気しないんだが、 ACL 別にピッチコンディションがというわけじゃないからね、この間の名古屋みたいに。J3 対 J1、 いやもっと下ですよ。 JFL とか関東2部とかそういう関東1部関東2部の相手と同じですからね。大学生、そう大学と試合やってると一緒です多分。なんとか大学と試合してんのと一緒じゃないですか。19歳から22歳なんで今試合が出てるのはちょうど大学生ですよね。何々大学です。何大学か分かんないけど、さあスタッツが出てます。ポゼッションが約 80% セレッソ、シュート9本、枠内3本、ほぼヘディングなんだよねこれね。セレッソ J リーグの代表としての意識はあるのでしょうか。意識はねあると思う、意識はあるんですけど、もう明らかにうまくいってない、うまくいってないというか監督お怒りでしょこれ。せっかくだからボード使うか。まあ相手がほぼ 4-1-4-1 とか言われてますけども、もうリトリートオブリトリート、もうここまで下がってる。で1もここにいてほぼボックス内、もうこんな感じで守備してるんですよ相手。今の攻守、こういう守備。こういう守備を、守備陣形敷いてて、ギッチギチの。で、もう丸橋なんて、もうここに戻ってくることほぼない。ずっとここ、丸橋。で、高木がここにいて、で、タガート。またガーとこういて、坂本がね結構開き気味なんですよね見てると。やっぱりで清武は左でプレーすることがいい、この辺でも石膏で、チアゴがこの子にいて、まあ、原川が中央気味かな。で奥野が結構前、ハーフレーン使っての奥野ですね。いや松田陸がやや低い位置、まあ、こういう感じですかね今セレッソ。まあこういう風に相手にビリヤードかよ、ほんとそう、ビリ、あそうだね、ビリヤードに近いね。まあこういう状況で当然相手がこんだけドン引いてると、ただ丸橋がこういう位置でボール持ったら自分の前にあんま選手いないんで上げたくなる気持ちわかるんですよ。こういうクロスをポーンって上げたくなる気持ちわかるんですけども、相手選手の方が多いんだよねどう考えても。人数がこんだけ引いて守られてるのにボール放り込んだって無理じゃんどう考えても。よっぽど相手来なきゃ無理だよ。どうすりゃいいのっていう話になるんですけども、
やっぱり使うべきゾーンってここですよね。ここ深い位置、相手が引いて守ってきた時の、まあ、一つのゴールの鉄則、まあ、鉄則というかパターンなんですけども、サイドで優位性を作って引きずり出して1対1作る、でドリブル勝負で抜けてマイナスに入ってくればセンターバックなり誰かを引きずり出せるんで、そこでマイナスのクロスを上げる。そうするとどこかかんか空いてくるんで、絶対ボールボッチャなんで同一視野に選手を入れることができないんですよ。ディフェンスってボールの方をちょっと待ってね、こういうの出します。手ね、これ選手がやっぱりボール方向を向くんでこういう感じになるじゃないですか。まあ抜かれたらこうか、視野がゴールキーパーもこういう視野になるんですよね。でディフェンスもみんなこういう視野になるんですよね。まあこういう視野になっていくと自分のマーカーとボールを同一視野に入れられなくなるんですね。誰センターバックにしろ、そういうところで、まあ、タガートが斜めに走ってきてマイナスのクロスに合わせるっていうのができるとゴールが生まれるんですが、ちょっと待ってね、複数選択こうかな、どうやってやるんだ複数選択。ただみんなが引いて守っている中でボールが入ってきても自分の前に選手見ておけば同一視野内でいや守れるわけですよ。ボール入ってきても向かってくるボール、ぶつかってくる、競り合って跳ね返すだけでいいっていう。まあ、それをずっとセレッソがやってしまっていて、まあ、跳ね返されてると。でこんだけね裏空いてないぐらいまで下がっていると裏抜けのパスなんてまず通らないですよ。裏に狙うみたいな、狭すぎる、いくらなんでも。こんだけ引いて守られたら分かりやすいタクティカリスターね、このサービスは本当便利。まあチームごとにね保存ができればもっと便利になるんだろうけども、まあ、そういう意図で作られてないんで、基本的には指導者向けのサービスなんですよね。監督であるとか、なんか指導者コーチが選手に教えるため、それを目的として作られている、まあ、サービスなので、私みたいな配信向けではないんですよ本来。まあ、なのでサイドで勝負できる、ドリブルで勝負できることができればいいんですけども、丸橋がねボールを持った後ドリブルで仕掛けるのもないし、パスもちょっと雑だし、クロスもピリッとしないしっていうところで、交代使うとしたらここです。まず丸橋、じゃ代わり誰かいるのかって言ったらいないんだよね。新藤だっけ、新藤だっけ、怪我してるんだよね確か。サイドバックだよねあの選手。ちょっと丸橋良くないですね今日の試合に限って言えば。であえてツートップっていうのもありですよね、この場合。そんだけクロス入れたいんだったら、まあ、後ろ3バックでもいいですよ。丸橋外して誰だ、藤田か3バック、まあ誰か3バックで1人入れて、まあ、チアゴこういう形、後ろ3バックにして少し高い位置取らせて、でタガートと加藤の2トップみたいな
形にして、まあ、中の枚数クロスに合わせる枚数増やすプラス奥野か加藤真ん中かな加藤田川と奥野のでこの3人で中央入らせて坂本が、まあ、開いた位置でもらうっていうので、まあ、クロスボールに合わせる選手を増やすっていうのはありなんですけど田川としかいないのでターゲットが守りやすいよね相手ねターゲットが少ないんでクロス上がってきてもターゲットになるのタガートしかいないから誰か一人もうぴったりつきゃいいじゃんみたいなでそこで根性で跳ね返すみたいなサッカーすればいいだけなんで守る方はめっちゃ楽さあここをちゃんと後半修正できるのか非常に注目さあ戻しましょうまあただ坂本のドリブルっていうのはねガンガン効いているので高木とね丸橋 の, この左サイドをもう少しなんとかしたいよいしょフロンターレの試合フロンターレ対テグ FC テグとの試合があるんですがこれはやりたいねこれはやります日曜日だしちょっと下げすぎてるなよいしょだからセレッソ逆に普段あんまり試合出てない選手を出してあげた方がモチベーション高くやってくれるんじゃないかなっていうような試合ですよねセレッソじゃなくてフロンターレだったら大量得点取ってももう前半で5点取ってると思うフロンターレもう少し頑張れセレッソここで苦戦してるとリーグ戦に引きずっちゃうよよいしょちょっと水飲みますさてさて20時ですが今日は割とまったりですね前回の名古屋みたいに人がいっぱい来ているわけじゃなさそう、ね、よろしければね今のうちに高評価とあとチャンネル登録まだしてない方はもしいたらチャンネル登録もよろしくお願いしますあと24人もっとメンバー交代ありますねどっちだろう3人ぐらい交代おっとセレッソも1枚交代ですね高木交代ですね高木に交代してタメダですね今の見ると高木交代攻守2人交代用意してますね72番と62番43番下がったね
もっと若い選手来たんじゃない、これ多分。で、62番の選手は誰と交代？誰だろうね、まあ、誰かがいない。73番の選手かな。あ、73番いるね。82番フォワードの選手かな、変わったの。もっと若いの入ってきたんじゃないかな多分。為田初出場なんだ。へえ、そりゃ頑張ってほしいね、ためだね。初めて見る選手だ、セレッソためだ。もともとどこにいた選手なの。ちょっと高木がね良くなかったね、この試合。じゃあアピールしたいよね、やっぱり点決めたいよね、初出場だったら。この相手、さあ後半開始。あ、千葉にいた選手なんだ。じゃあ J2 から来たのか。じゃあなおさらモチベ高いね。今西川が多分怪我で離脱してるんで、ねベンチにこれからメンバー、今18人しか登録できないからね J リーグ。その中に入るためにも結果出したい。さあ坂本、いいタッチだ。清武からためだ、ためだ、うーん、シュートはブロックされた。打ってきた、おー、ゴールキーパーまで行く。キャッチ。まあ、杭州は1点頑張って取りに行きたいですけども、どうだろうね、引き続き引いて守ってくるのか。お、剥がしてきた。味方パス合わない。あ、ためだ、怪我してたんだ。いや、嫌なパス出すね松田、それは危ないよ。おー、今のフィードいいですね。丸橋、そしてためだ。ここは勝負でしょう。剥がしてクロス、うーん、折り返し、もう少し深く行きたいですね。今のタイミングでの左足だと、結局あのタイミングで左足でマイナスのクロス上げても釣り出せてないんで、相手のセンターバックを。だからあのタイミングだと意味ないんですよね。だからもう一歩踏み込んで、ドリブルで踏み込んでいって、釣り出してタイミングで出さないと、中硬いまんまですよ、人揃ってるまんま。さあもう一度クロス、オーキーパーナイス。まあ、プレスバックとかがやっぱり相手ねレベルが低い分遅いので、一歩踏み込まなくても上げれちゃうんですよね。そういう部分でついつい上げたくなっちゃうとは思うんですけども、うーん、ここもフィードが合わない。後半始まったよ。
さあ杭州はまあ後ろから組み立てるっていうことはできないと思うので、まあなんとかねロングボール一発で裏抜けたいというところでしょう。あ、セレッソここプレスいかない、持たせてるね。清武とタガートはいかないか、ここセンターバックに対してプレスいかない。さあ坂本が奪う、ドリブル、松田がここで上がってくる、松田のクロス、おお、ここは危なかった。さあ杭州うまくここはかいくぐって逆サイド左へ、ただ前にはボール運べない。さあ1点取りに来てはいますね杭州、頑張ってで、セレッソが受けてますね今ね、前から行かずにリトリートである程度様子見みたいな守備ですね。さあタメだ、ここは勝負、一旦下げて逆サイド振りたいが、もう一度同サイドだとズルズル下がりますね。カメラ丸橋、うーん、ここ奪われる、あ、奪い返す、クロス、ゴールキーパーパンチング、よく守った。ちょっと左サイド偏重になってきてるかな。いや、そこでクロス上げてもコーナーキック、まあためだね、気合入ってるのはよくわかる、仕掛けの部分であるとか。ただ結構ノーチャンスなんですよねあれだと。さあコーナーキック、アウトスイング、ファーサイド、うん、坂本ここはミートしなかった、ちょっと抑え効かなかったですね。まあこれ決めたらねスーパーゴールだけど、さすがに難しい。あ、チャンネル登録ありがとうございます、助かる。あと23人ぜひよろしくお願いします。おー怖い怖い、キムジンヒョン、ここは落ち着いている。ほぼほぼキムジンヒョンがボール触るシーンっていうのはないと思うので、こういう試合。キーパー絡めたビルドアップっていうのもしていいと思うんですけどね、もっとね。さあ、松田へ。
奥の恐怖ワンゴール。さあ坂本剥がす。あ、中央いいですよ。あ、ちょっと合わなかったか。原川と合わず。今坂本と坂本の意図としては原川に当てて、でワンツーで自分がフリーになるっていうところを想定したんですけども、ちょっと意図合わなかったですね。原川と、原川は裏へのパス欲しかったんでしょう今。あ、うまいフリック、清武うまかったですね今。やっぱりこういうところの技術は高い清武。このターンの仕方うまかったですね。たまらず掴みましたね。さあもっと幅を使って、そう坂本は1対1、やっぱりサイドサイドで大きく使って、サイドでフリーを作りたいですよ。フリープラス、おっと審判と当たってしまった、ドロップボール。完全にドリブルコースにいたやん。おいおいおいって感じだよねこれ。さあ坂本、松田クロス、いいクロス。うーん、ここはタガート枠は捉えられない。あとタガート足つったか。おい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 、タガート着地のところ足つった。大久保がウォーミングアップを始め出すぞこれ。大丈夫かタガート。さあ相手がダウン3で、まあ、ビルドアップをしているので、前に 4-4-2 のブロックだとやっぱ奪いきれないですよね。今も清武走ってますけども、ここで走ってもボール取れないですよ。プレスはかけられるっていうだけで、と必ず1枚余ってますからね。後ろ3枚プラスゴールキーパーで、ね、形成している中で前2人で片方追いかけたってパスコースがどこ必ず1個あるありますからね。空いてるところが奪いきれないですよ絶対に。3人でプレスかけても別ですけど、まあその辺のなんだろう、ボールを奪いに行くのか引いて守るのかっていうところで、なんかちぐはぐな感じしましたね今の清武のプレー。うん、松田のクロスキーパーへ。いやーちょっと待って、後半ももう13分経った、57分もう58分。おいおい、まだ1点しか取れてないよセレッソ、大丈夫か。ちょっとひどいですねこれは。でもリスナーさんのコメントも止まってるよ多分ね、もうみんな、いや、どうしよう、なんかこの試合、いい、もういいや、みたいな気分になってくるよね。ドキドキ感ないよね、この間の名古屋とジョホールの試合みたいな。な、こう、な、こう、もどかしいというか、なんでみたいな感じの試合になってるんで。コメントのしようがないしみたいな、他の作業してましたわかるわ。ちょっと見る気失せるよねこういう試合ね。
カード出せばっていう。ここはカードなし。がっつりアフターだったね今ね。あー大久保呼ばれた。あタガート交代。大久保よしと来ました。ちょっと今チームがねちょっとピリッとしないんで、大久保が入って気合を入れようというところでしょう。加藤じゃないんだね、大久保か。チームの気合が入ってないんで、もう早速大久保が裏に抜けようというところを引っ張って、これはイエローカード出るでしょう。あカード出ない。今引っ張ったけどね完全に。あらこの試合、この主審はカードあんま出さないタイプだね。この間名古屋の試合とは正反対。さあ清武、逆サイド空いている。坂本を使うが、ちょっとボール長い。大久保いつから復帰したの？最近ようやく復帰したのかな。久々に見るね大久保。あ前回天皇杯で復帰したのかな。点取ったんだね大久保。いやこういうなんかこういまいちピリッとしない超超超格下相手にこんな、まだね1点しか取れてないゲーム、ベテランの大久保が気合の一発決めてほしい。あ天皇、この前の天皇杯で復帰したんだ大久保。じゃもう一回怪我しないようにね気をつけてほしい。さあ坂本前持っていく。大久保一旦下げて逆サイドでしょう。松田から瀬古、丸橋一旦下げる。原川中央、清武、またちょっと審判と被りそうになったね。丸橋クロス合わない。松田どこに蹴ってる。いやーサイドをもう少し深くえぐりたいですね。うん中央のフリックは難しい。おっと清武のこうぽっかり空いている。さあ大久保ボール受けて左、丸橋ちょっと糸合わない。おお原川のクロス、ちょっとねうーん色気出しすぎてるな。決まればね気持ちいいゴールになるんですけども、こういうクロス。だこれ見ても杭州の選手がもうマンマーク一人一人ついてるんですよね。ちょ大久保手出したね今ね。さあ大久保シュート打つ。おいいですね、キーパーキャッチ。いやよく弾かず取りましたね今ねキーパー。あバースデーゴールだったんだ大久保。何歳大久保今、36とか7。もうベテのランだよねもう。あ杭州がもう一人用意してる。いや出てくる選手みんな若いね。44番の選手が準備してますね。みんな若い。松田
坂本、神の手はハンドですから。あ、39歳なんだ大久保。そんなに歳か。まだ頑張ってんね。ここボール収まらない。神の手はハンドですからね。マラドーナね、あれ当時 VAR があったら間違いなく取り消しだからね、あのゴール。だもう二度とああいうのはないってことですよ、今後 VAR があると。神の手みたいなやつとか、ああいうのはもうなくなります。アンリもあったよね、なんかハンドみたいなゴール。さあダメだ、吹っ飛ばした。ちょっと大人げないこのプレー。が攻守が65番の選手が交代。よっと、16歳、この44番の選手16歳、高校生、高校2年生。ちょい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 パスがずれている。ここ1年か2年じゃなくて、16歳、対39歳。ほんまや、息子じゃん。息子でもおかしくないよね。大久保注意を受けている。あ、清武交代、中島、清武交代か。まあ休ませようということかな、これは。さあ攻守セットプレーのチャンス。お、空いている！いやー、ぶな！おい、誰もマークついてなかった、今。危ないぞ、セレッソ。やっぱり、ちょっと待って、1点はまずい。2点目、3点目、早く取らんと。いや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 、今の危なかった。縦パス、うーん、合わない。まあね、逆に1点取られて目覚ませっていうのもあるかもしれんけど、ちょっと怖いプレーでしたね今ね。坂本、もう一度スローイン。奥の、今日1点決めた奥の縦パス、中島からフリック、大久保。あー、今ためだためだ、いや今ためだ、スルーしたらチャンスでしたけどね。今左サイド丸橋が完全にフリーだったので、ここはスルーでよかったんじゃないかな。自分でちょっと止めてしまって、シュートコースなかったですよね。いや、丸橋まで通ってたら大チャンスでしたね。まあ自分でっていう部分もあったんでしょう。あそこはスルーでマイナスクロスが一番可能性はあったかな。結果論、コーナーキック、ヘディング、押し込んだ、ファール。ああ決まったの、チアゴのゴールか。あ、入ってた、あれ2
詰めたの大久保だったけども、チアゴの時点で入ってたのね、あのヘディングで。またコーナーキックからですね、チアゴのゴール。おめでとうチアゴ。いやでもやっぱりああいうとこ詰めてんの大久保なんだね。最後詰めてたのコーナーからですが、よく決めたチアゴ。ああ決まってますね。でもここでね、詰めてるのがやっぱり大久保なんだなーって感じ。もう絶対ここを詰めてるのね、大久保ね。ナイスゴール。だコーナーキックから2得点か。大久保、ね、自分のゴールかと思いきや、いや、入ってたか、みたいな感じだよね。川崎時代に得点を取ったの納得ですな、大久保。ね、必ずああいうとこ詰めてるよね、大久保は。もう年齢関係ないよね、ああいう部分は。さあヒールパス、坂本から大久保、中島、中島か、折り返し。これはコーナーキック、よく守った。今のは決定機、よく守りましたね、攻守の選手。ナイスプレー。さあもう一度コーナーキック。今日コーナーからしか点取ってないけども、徹底してアウトスイングアウトスイングなんですね、今日は。コーナーはあなた倒されたが、あと逆にこれはチアゴのファール。まあコーナーキックでね、フィジカルゴリゴリで競り合いで勝つっていうのちょっと大人げない気もするけども、どっちもどっちだなこれ。なんか PK でもおかしくなかったね今ね。VAR だと逆じゃねこれ。塩試合やな。もうね、まあしょうがない。なしょうがないって言っちゃダメだね。この相手に 2点はダメだよ。2点で終わったら。まだ時間20分あるけど、約。もっと楽になるはずですからね、こんな試合。2点。あっと、これは坂本ファールですね。いやーマジか、大丈夫かセレッソ、このグループリーグ突破できるのか。さあ攻守、久々に自分たちのボール大事にしたい。あー清武はテクニックの上に怖さが欲しい。なんかね、ゴールをしてくれるような感じはないからね。うまいけど、清武は。特に清武。アイボール。さあ、坂本、ここはドリブルでしょう。クロス上げる。いや、ここはうまく頭に当てて。うん、ファール。さあ飲水タイム。
ちょっと私お水飲もう。いやー、もう残り15分というところですけども、約杭州の選手たちにとってはね、もう全然悪くないと思います。こんなアカデミーの選手、ユースの選手がこういう国際舞台に立って、で、まあ、J リーグのね、ACL に出場するぐらいね、昨シーズン4位かな、セレッソ多分、まあそういったチームとできて、まだ2点しかも流れの中で点取られてない、自信にはなるよね。清武去年リーグ戦でキャリアハイ8得点、今シーズンどうした？いや、大久保必ず詰めてるね。大久保も1点入れてくれ。いやー、こっから3点取りたいですね。だとこの2点しか取れなかったっていうのが得失点差で後々響いてくる可能性感じるんだけど、私、例えば他のチームがこの杭州相手に6点だの7点だのっていう風に取ってくると、もう追いつけないからね、得失点差でかなり痛い目見る可能性あるよ、このままだと。坂本のファール、ボルフスブルク、大久保。大久保って他どこにいたっけ？マジョルカにもいたよね、大久保。最初がマジョルカだっけ？清武はロティーナの信奉者だった。あ、そうなんだ。やっぱ戦術サッカーが好きなのかな。セレッソ苛立ってファール多い。なんかね、勝ってはいるけどもうまくいってないなっていうのは選手から感じるよね、プレーの一つ一つに。さあ大久保持っていく、タメだ、うん、通らない。72番の選手、ちょっと宮市の若い頃に似てるな、顔が、雰囲気。ちょっとこれはセレッソサポーターも結構納得いかないんじゃないか、この試合。なんか今シーズンのリーグ戦の今波に乗り切れてない感じそのまま引きずってるような気しますね、セレッソ。まあ、13位か12位でしょう。さあ幅を使う攻守。おお、上げてきた。おお、チアゴ高い。あ、清武ポジショナルサッカーできると喜んでた、監督解任をしてダゾーンのインタビューで暴露なるほどな、そういうことか。
まあ、442のね、左で使われてたもんね、最初、セレッソ、今シーズン。まあ、清武左サイドハーフで使うのみたいな感じだったから。で、今は4231変えましたけど、めっちゃやりにくそうだったよね、清武。なおのこと今トップ下で結果は出さなきゃいけないですよね、逆に清武は。システム変わった分。さあ坂本前向く、仕掛けて、ここはファール取った。イエローカード出るでしょう、そろそろ。イエローカード、さあフリーキックですが、清武がいない。誰蹴るんだ、坂本蹴んの、丸橋。こういう位置ってザック・アギーレの時も左右サイドやってた。そうだったっけ、まあ、香川がいたからね。もっくん振り切る、中島か。中島蹴りそうですね。中島、おー、壁に当たる。さあ残り10分、ここで加藤が出てきましたね。坂本交代、まあこれは疲労を考えての交代でしょう。加藤、今日って2トップだね。これ大久保と加藤の2トップにして442にするのかな。中島を右にして、為田を左サイドで、奥野と原川の、まあ、ダブルボランチの442に変えるんだと思います。さあコーナーキックは、ここはなんとか書き出した。攻守やっと加藤ね、こういうなんかパワープレイになりそうな試合こそ2トップでいいなと思うんですかね、私は。さあチャンスは、シュートは打てない。加藤は金沢から加入したんだ。ツエーゲン金沢だっけ。いい調子ですね、ゆうきさん。でも帰ってきたのかな。調子悪いですよ、めっちゃ。セレッソ2点しか取れてない、このチーム相手に。ねえ、この試合はやっぱもっと点取れますよ本来。この主審ガタイすごいな、背筋やばいね、背筋。さあ攻守選手交代、76番、え、ちょっと待って、76番が変わって89番、今日の趣旨、元ウルサン対神戸で問題起こした人。え、そうなの、何やったん、問題起こした、えぐいジャッジしたってこと。あ、ここセレッソ、フロンターレ、ヴィッセル行って、そうだ、ヴィッセルにもいたんだっけ。で FC 東京行って、ジュビロ行って、ヴェルディに行って、みる、いろんなとこ渡り歩いてんね大久保も。でセレッソへ戻ってきたと。奥の、あ、裏通った大久保。
ここはシュート打ったがダメ。大久保からしたら自分で打ちたかったでしょうね、今ね。ちょっとボールが足元入りすぎましたね。さあ、2トップになっているので、背後狙うが、ここは加藤に合わない。さあ、甲州は頑張って2点で抑えたい。1点取れればね、すごいけどね、甲州ね。実質勝ちみたいなもんでしょう、1点取ったら。なんかセレッソの方もなんか2点でいいかなみたいな空気流れてきてありましたね。得失点差で泣くことなるぞ。同サイド同サイド、原川逆サイド行きたいですね。右松田、ここは潰す。ルーズボールですね。お、いい展開。左タメだ。ここは突破したい。いやー、合わないか。マジしょうもない点差ね。こんな試合になると思わなかった。瀬古の裏へのなんかロングフィー、なんかフィードっていうのも今日ないですね。てか瀬古があまり今日良くないですね。なんかプレーの一つ一つがちょっと精度が低い、今日の瀬古は。いやー、このパスは通らない。ただ奪い返した。収まるか加藤。ここはよく残した加藤。セコピョン昇進、もしかしたらね、ちょっとモチベーション下がってるのかもね。オリンピックバックアップに入っちゃったから。あ、明日のガンバとタンピネスだっけ、やりますよ、その試合も。何時か、23時からだっけ、明日。明日は19時から名古屋対ポハンで、23時からタンピネス対ガンバ、この2試合やります、明日。名古屋対ポハンね、まあ大一番でしょう、間違いなく。ちょっと甲州の選手倒れてるね、大丈夫か。あ、足つった。あー、左足痛そう。うまく滑れなくて引っかかっちゃったもんね。両足つった。
立てるか？いや、無理。担架で運ばれる。ゴールキーパー、なんでそこで体育座りしてんの？ ちょいちょいちょい、この絵面白すぎんだけど。杭州のゴールキーパーのこの絵面白すぎるんだけど。あ、山本さんお疲れ様です。仕事終わった。もう試合終わっちゃいますね。今日の試合ね、こいちゃなんだけども、見なくても大丈夫だと思います。はい。でもゴールキーパー、そこ、なんか、黄昏れてる場合じゃないぞ。面白いな、こういうシーン。若いね。初戦セレッソって言ったら、元も子もないんだけども。ちょっと、不甲斐ないかなーって感じ、この試合。アディショナルタイム4分。そして最後の交代ですね。ちょっと両足つった選手が交代です。68番。変わって81番。ハイライト少ない試合だったんですね。この2点、結局コーナーキックからの2点です。そして攻守、相手の選手全員アカデミーです。ユースの選手、19歳から22歳までしかいない。今16歳の選手も入ってるピッチの中に。あ、高校生から大学生のチーム相手に2点しか取れてないんですよ、今セレッソが。結構問題だと思う、これは。さあ、ロングボール出してくるが、裏走る選手いない。さあ、ためだ。裏に行くが、ここはダメ。さあ、チアゴから右、松田。中へのパスが短い。さあ、奥のファール取った。さあ、もう一発中島が打つのか。フリーキック。残り2分。3点目取れるか。先ほどは壁に当ててしまった中島。丸橋が蹴るのか。ああ、中島はいないですね。丸橋が蹴りそうですね。さあ、丸橋が行くか。丸橋、ポストクロスバー。いやー、惜しい。おい、ちょ。あと、瀬古のファール。あ、瀬古、イエロー？なんで？どういうイエロー、これ。謎のイエローだけども、右手ってこと？わけのわからんジャッジ炸裂しましたね。セコにイエロー、謎ですね。さあ、攻守、残り30秒というところで放り込んできたセットプレー。さあ、ここはキム・ジンヒョンをキャッチ。おー、ロングボール。ただこれ通らない。残り5秒。いや、いらんカードになっちゃいましたね、セコ。なんだろうね、これね。意味のわからないカードが出ました。
さあ試合終了、2対0か。セコアはまだこれは納得いかないですよね、あのイエローカード。ナベさんお疲れ様でした。2014年ヤンマースタジアムでセレッソが攻守に1対5でボコられた試合なの。現地で見てめちゃくちゃ強かった攻守。それそのチームとは全く違う選手ばっかりだもんね。試合面白くないですね。いやーこの試合はひどかった。あーここに関してはもう今のリーグ戦での調子の悪さそのまま引きずってますね。セレッソはもう勝ったけど選手のこの表情見りゃわかる、全然うまくいってない。登録者数めっちゃ増えてますね。ね、あと24人ですね。この試合では残念ながら1人も増えなかった。悲しみ。まあ、この間の名古屋対ジョホールが、まあ、やっぱりね、苦しい試合展開というか、ハラハラする試合展開だったんで、注目度が高かったんだろうなと思います。3分の1だから、再生数今、その試合の。ね、セレッソのサポーターさんとかね、結構、来るかなとか思ったんですけども、思ったより来なかった。まあ、しょうがない、この試合内容だったら。なんか、もともと、なんだろう、試合、そんな、見る予定なかった人とか、ダゾーンに入ってない人が、やっぱり検索とかするじゃないですか。やっぱり途中の試合経過とかを、まあ、ネットの掲示板とかツイッターとか見てなんか盛り上がってるなってなったらやっぱり見に来るんですよ。あ、どういう感じになってんだろうみたいな。ただこういう試合って多分ツイッターとかでもあとごちゃんの実況板とかでもなんかしょうもなみたいな感じで言われてるんで、あ、じゃあいいやってなるじゃんみんな。まあそういうところもあんのかなって感じですね。あ、鍋さんお疲れ様でした。また遊びに来てください。クロスゲ、ファイナルサードでアイディアがない。まさにそれ。もうアーリークロスしか上げないっていうね、ひどい状況でしたね。この調子だとちょっとグループ勝ち抜くの無理だぞ、セレッソ多分。まあ同グループがどこだっけ、あと入ってるのちょっと私あんま分かんないんだけども、勝てるのこれで他のとこに。かなり危ないと思うセレッソは。うん、高木も前半出てたけどあんまり良くなかったし、交代で入った為田も、まあ、初出場ですか、移籍してきて空回ってましたね。完全に空回ってたね。丸橋もあんまりねピリッとしたプレーなかったし、まあ、唯一違いが見えたのは坂本だけじゃないかな、この試合に関しては。でやっぱりまあ大久保は狙うところはやっぱり狙ってるなっていう感じでしたね。あとは瀬古がちょっと心配、プレー精度が悪い、今日の瀬古はダメですね。まあ若手ばっかりだったけど攻守も、まあ、一人一人はよく頑張ってたと思います。高校生から大学生のチーム、いい経験になったんじゃなかろうか。あ、セレッソグループリーグ敗退でお茶濁そうと思ってリーグ戦降格しないように早く帰ってこようとしてる。なるほどな。ちょっとリーグ戦余裕がないからねセレッソも。
ちょっと ACL にかまけてる場合じゃないと、ガンバもそんな感じになりそうな気するんだよな。もう ACL で、ね、がっつりやってる余裕ないもんね、ガンバも。降格するかもしれんからな。まあね、選手はそういうふうに思ってるのは全くないと思うけど。そういうふうにね、言われてもしょうがないよな、この試合に関しては。それぐらい不甲斐なかったですね、セレッソは。もうはっきり言ってサイドから放り込むだけだったら別に442でいいんですよ。はっきり言って。中のターゲット増やした方がいいじゃないですか。442で。4231使っていて、サイドからクロス上げるだけだったら何の意味もないんですよね。アーリークロスとサイドからのクロスだけでしょ。中のターゲット少ないから、それは引いて守れば、人数差で負けることは多いですよ。だからフォーメーションと選手の配置、フォーメーション選手の配置とやっているサッカーがちぐはぐなんですよね、そういうところで。これは勝つですね。いや、勝つですよ、こんなの。ダメダメダメ。ほんで5点、6点当たり前の試合なんで、取るのは。全然ダメですね、この試合はセレッソは。褒めるとこゼロです。だからセットプレーでね、大人げない力を発揮して2点取ったって感じです。はい、といったところで終わっていきますが、次何の試合見ますか。明日ですね、明日19時から同じく ACL。 これは注目の試合、名古屋対ポハン19時からで、23時からタンピネス対ガンバ大阪、この2試合をやります。なのでぜひね、遊びに来てください。まあ、グランパスは次がね、大一番になると思うので、グループリーグの中で間違いなくね、突破するために勝たなきゃいけない相手なんで、ね、を楽しみにしましょう。というわけで、配信を終わっていきます。あ、鈴木さんも、試合見に行く、明日。ね。また遊びに来てね。では、配信終わっていきまーす。ご視聴ありがとうございました。まだ、チャンネル登録、そして高評価、お済みでない方いらっしゃいましたら、ぜひお願いします。では、また次の配信、明日お会いしましょう。パイナポー先輩、お疲れ様でした。ありがとうございます。最後コメント。ね、ぜひね、チャンネル登録もしていってください。お疲れ様でした。またね、エンディング、また明日。攻守強かった、最後。攻守強かった。相手アカデミーの選手だから、高校生と大学生のチームだと思ってもらって、その上でのこの結果というところで察してください。はい、そんな感じです。じゃあねー。